三国志イレブンを初めて遊ぶアキミロです。はい、続けてきます。いやー、前回終わり際に嫌なもの見ちゃったんですよね。この孫策軍の大軍団、太子寺、主観、孫悠、玄陽、郊外、陳王、女子、もう来すぎでしょこれおそらくこの旧高校に来るはずです。なのでちょっと高陵に送っていた武将をこの蔡宗に戻します。で、なんとか弓矢倉とか利用して撃退していきたいと思います。高陵周りに関しては上から劉将軍霊峰と御意が来ております。で、右からは劉氷軍の、これ何ちゅう軍だったかな、風州ですね。風州が来ております。まあ、こっちは、大丈夫か。まあ、一旦、今来てる部隊片付ければ落ち着くと思うので、そうですね、今回はまず再装の方を防ぐことに集中することになると思います。ただ、どうしよっかな。防衛もいいんですけど、こっちから攻めることも考えたいんですよね。ちょっと A 案がだいぶ兵出てきたので、攻めるかどうか置いといて、ちょっと、ここら辺の通り道に、弓矢倉とか作っていこうかなと思います。ついでにこの砦とか破壊したりして、ちょくちょく、何かしら、攻める準備をしていこうと思います。高陵から豊見路立、明美野の3名を、蔡宗に、送ります。今回今まで以上に蔡宗に攻めてくる人数ってか兵数が多いので少し多めに送りました。その国将とかもこいつら片付けたら送るかもしれません。結構心配なんですよね。まあ、とりあえずこの風州倒していきましょうか。あれ、今国将何で出てるんだ、槍兵か。相手も槍、先方突き出し食らえ、おりゃー。そして甲虫、こっち問題なんだよな。甲虫一人ではさすがに無理。ちょっと追加で出したいんですけど、兵装あったかな。いや、ほぼないですね。群馬が4000あるか。兵装生産群馬、この中ではまだ重慶の方が強いかなですね。じゃあ寛解さんで兵装を作って重慶群馬で出撃します。弓に弱いとかないよな、大丈夫だな。金もちょっと持たせて出しましょうか。これで補修をしたいと思ったんですけど、5位の方に突っ込むのもありだな。先方突撃、わあ、こっちの方が食らったし、マジかよ。ちょっとゴイさん強すぎじゃないですか。ヒア、食らえ、アウトで、なかなかヒアが成功しない。ウリンコウにいる両毛はもう脱出しちゃおうかなと思います。捕虜もいないですし、確かこの牛金はウリンコウを狙ってたはずなんですよね。まあ、前回やってみて分かったのが、ウリンコを無理に守ろうとするよりも一回明け渡しちゃって、相手が出てきたところを戦った方が多分勝率高いと思うんですよね。ということで、全ての物資を持って、いや、もう輸送でいいや、一括最大、これでもうウリンコは手放しちゃいます。承知。で、リュウバンさんもウリンコ、いや待てよ、資金あったかな。あー、まだありますね。ちょっと弓矢倉作れるようだったら作っておきたいな。こっちとか作れねえのかな。ダメか、こういうのも全部森扱いなんですね。どっかしら、あ、ここら辺だったらいけますね。ここには作れます。作っておきましょう。では高陵周りを見ていきましょう。季節が変わり冬です。オッケー、相手も突き出ししてきたな。うわ、マジか、蓮舫さん城の方に来てんだ。これやべえな、今城の兵数
700しかないんですよ。これはまずいよ。指櫓頑張れ、ガンガン打って。764。さすがにやばいな。輸送が入るまでも時間かかるしな。ユーバンさんはとりあえず下がりながら補修だ。それそれ、そしてこっちは徴兵だな、まず。甲冑を向かわせるか。先方、ヒアだ。もらった。カットインが入るときは確実に成功するんですよね。764、いいね。重慶は、霊峰の方突っ込むか。先方突撃。くらえ。とりあえず数を減らす、数を。で、国将は、同じく突き出し。ドゲイ。再び高領回りです。はい、国章に突っ込んできた。またでもなんかこっち鉄壁みたいな発動してませんか、気のせいか。あー、空気港じゃなかった。普通に高領に攻めてきてる。くー、やってくれるぜ。うわー、弓矢倉が壊れちゃった。くー、おー、なんだこれは。在野武将か。豊見郎絶戦か。久々の流派です。欲しい。もちろん手配させます。龍波さーん、来てー。ふっ、出たよこの顔。絶戦知力70、こっちの方が上回っております。いけそうなんだけどなー。ウザブザと説得はされんぞって、初めから入るキャンマネージャー。お、なんだ、何もしてないのに勝手に終わりました。視力差が結構開いてるとこんな感じになるんでしょうか。言うても17しか離れてなかったんですけど。はい、龍波さん仲間入りです。よっしゃー。いいのだろうか。苦労することなく仲間になってくれました。わー、来たー。孫作も1枚1000で出てきた。相当な数ですよ今の。とりあえず甲冑霊峰倒しちゃって、捕まえて。あー、捕まえらんないか。くそー、ゴイさんもまだしぶとく残ってんだよな。また弓矢倉作んないといけないし、こっちきついな。もうちょっと陣の近くに引き寄せるか。どうしよう。とにかく数が多い。徴兵だけはやはりしないわけにはいかない。治安が56とだいぶ低いな。再び高領回りです。はい、輸送が入りましたね。高領にとどまらせる。両毛を出せば多少楽になるかな。くそー、弓矢倉の方ばっかり来やがんな。聖者いてー。しかしこっちも弓矢倉が大活躍している。この5位が一番怖いんだよな。まあとりあえず甲冑で先方ヒアだ。くらえ。ダメだ、プシューって失敗してる。重慶かけ、無理だろうな。くー、補修しといた方がいいか。よもう、でもな、兵装がねえ気がすんだよな。5000。槍兵だったらんのか。ちょっと槍で出しましょう、両毛。5000はちょっと持ちすぎ。城が、兵がいなくなってしまう。3000ぐらい。ちょっと金も持たせて、出しましょう。先方、突き出し、離れろ。とけー。671。どうだろう、またここら辺に作れるかな、弓矢倉。おたつくな、おたつくな。再び高領回りです。お、検定の直使が参りました。爵位授与です。お、今度は
五感中老症に任じるそうです。感謝します。少しは従っておくか。腹黒い秋広です。205年11月、秋広が検定より五感中老症の位を授与されました。ウェーイ！やべえ、城の方来てる！カウンター433。いい力出てるけどな。お、陣のカウンター、いいよ。お、いいね、いいね。ゴイさんが流氷軍に攻撃した。いいじゃん、ゴイさん。わかってる。よし、この機会にこっちは、風習をまず倒す。でーい。で、両方で倒す。くれー、捕まえらんねえだと。捕まえてほしいんだよな、まず。国章補修。重慶も、さらに補修。ゴイさん、次からはこっち来るでしょうね。孫策軍、ついに急行校まで来ました。一部隊も入ってますね。で、あと、族が、孫策軍とぶつかっております。ちょっとでもいい、減らしといてくれ。ちょっとでもいいから。さっきまでちょっと族軍がこの弓矢から攻撃してたんで直してたんですけど、一回帰ります。承知。次のターン出てくるかな、孫策軍。再び高梁周りです。さあ牛金どう動いてくる。去っていった。城陽の方に行こうとしてんだか、もしかして。また来たよー。てか六甲からどんだけ出るんだよ。マジで城陽狙ってんのか。こいつは一体どこに行こうとしてんだ。むしろ船からこの弓矢倉を壊そうとしてるのか、長州さん。不気味な動きをしてくるな、みんな。どうすっか。でもまずこのゴイさんをなんとかしたい。くらえ！放て！放て！特徴、あなただけはちょっと迷う。やつを追っていくべきか。弓矢倉、おそらく壊そうとしてくるはず。でもなー、ここに弓矢倉作っても仕方ないんだよな。陣の方がまだいい気がする。さあどうする。国章を狙ってくるか、それとも砦を狙ってくるか。いや、陣を狙ってくるか。そしてこっちもこっちでちょっと直させないとダメだな。細胞いくぞ。槍撃弓ほぼ A ですね。細胞、そんな悪くないな。なんかいまいちこう、強くないイメージなんですけど、そんなことはないようです。補修。それそれ、改めてゴイさんに対して、両も、先方使えねえか。こっちの方が食らいそうなんだよな。いや、そうでもなかった。向こうの方が食らってるけども、大して違いはない。向こう弓兵なのに恐ろしい強さだ。だあ、こっちの方が食らう。そしてついに孫策軍攻めてきました。圧倒的勢いです。怖え。孫策1枚以上でしょ。いやー、こっちは君ろ1枚以上で出すしかねえ。金も一応持たせとくか。600ちょいぐらいだけ。直させるやつと行動させるやつをはっきり決めないとダメだな。もう弓が3マス届くようになったんで、ここからでもいけるはず。やっぱり。くらえ !85%! うでい！なぜ決まらない？ひやー。で、さらに弓兵。りょうたいさん。ちょっと褒美どうだろう。大丈夫か。出陣。りょうたいさん。ゴーだ。こっから届くか。いやだ。えでー、だー、なんか鉄壁みたいので火がつかなかった。でだ。残りは、あー、でも主前さんも弓兵いけるのか。弓の兵装がどんどん減っていくな。こっからはさすがに届かないか。いや、届く。あー、違う。これ土塁に対してだ。ここまで行かないとダメか。この位置は弓、船から攻撃されるから嫌なんですよね。でもそんなこと言ってる場合じゃねえ。
そんざっくらえ。くそ、マジでガード勝てで、残り2部隊は弓矢倉直しに行きます。あれでも、リツーも豊美野も弓 A でいけるのか。まあ直すのは直すんですけど、弓で出しましょう。攻撃もできるように。もたもたするな、もたもたするな。で、並走弓やれば5000いける。ちょっと豊美濃逆だ、豊美濃は残しておいて、流派と最中でこれで弓出せますね。で、補修。火まで消せなかったのは痛いですね。光量も気になるんですけど、おそらく最早の方がピンチなんで、こっち見ていきます。さあ、どう来る。港にどんどん入ってきましたね。うわー、マジか、もう壊れたの早くね。じゃあ、さらに舞台来たな。とにかくペースが速い。おー、どうする。孫策倒して、まあ火がついてればすぐには来れないだろう。いやで、やはり孫策を減らしていかないとダメだ。くそー、効かねー。いやー、よし、決まった。オッケー、前方ひたすら火をどー。なんかガードされた。豊美濃は補修で、修善さんはこっちから攻撃だ。やなみろ、食らいやがれ。光陵周りは重慶が攻撃されたのかな、多分そうですね。とりあえず甲虫で弓だ。そして一斉するか。食らえ。だいぶ追い込んでは来ているけど、こっちもだいぶ食らってんだよな。あー、上陽に攻めてきてる牛鬼。マジか。北勝を無視して城に行ったか。戦わざるを得ないようだな、これは。設置、盗塁とかしてもしょうがない。勝馬炉がな。あ、もうでも完成。あれどうだ、勝馬炉は。いや、ダメだな。これだな。あと一ターンすればきっと、勝馬炉が出陣できる。そしたら出ましょう。再び再走回りです。急降下から出てくるか。うわぁ、もう本当後からガンガン入ってきてんな。耐震は下がってるな。じゃあ、やはり孫策がやべえ。じゃあ、うわぁ、指まで来た。弓矢倉がねえとやっぱきつい。おお、光陵を狙う影が。優勝軍また来ましたね。くっそー、厄介だな、こいつ。なんだ、激兵。激兵に対しては軍馬がいいのか。軍馬ダメだな、 C しかいねえ。やべ、相当きついぞこれマジで。弓矢倉破壊されたのが、数が多すぎる、本当に。一気に来すぎでしょ。どうする。城の中で戦うぐらいな感覚でいかないとダメかも、これ。とりあえずちょっと下がり気味に、倒せるやつから倒すか。前方、火矢、やなみろだ。で、秋見ろはこっから孫策に。いや、じゃあ放て。豊見ろは補修届かねえか。いやだ、うでい。リツーさん、もう仕方ねえ、籠城戦に移行しよ う。どうやっても無理だこれ。ここが本当いつも選びにくいですよね。ここよし、来た。嫌だ、主観くらえ。
撃て撃て。両隊さん、あなたは、いや、やっぱり柳色だな。まず奴を倒さないと。邪魔だー、燃えやがれ。ちょっと調査から輸送出しておきたいと思います。と言っても兵とか金しか送れるものないですけど、再送がこれは危ない気がするんですよね。下手すると早め早めに行動しておきましょう。再送に輸送じゃ。さあ光量回りです。こっち行け。1300まだ多いですね。一気じゃない、一斉混乱しやがれ。しないか、次のターンだな。常用の方はちょっと勝丸を出陣します。ちょっと待って、相手の兵装は激兵軍馬ないよね。まあですよね。じゃあこっちも激でって言いたいけど575しかない。きっ、弓で出るしかねえか。うん、これで勝丸いくぞ。一緒に攻撃するんだ。先方ヒア食らえ。よく狙って、燃えろ。帝国将はもう隣から攻撃。国将の武力が1上がりました。559。再び再送回りです。お、なんだ、ギエを捕らえました。ロッキー流言仕掛けてきてこっちに捕まりました。なんかすっげえみんな下がってってる。なんだなんだ、どうしたんだ。孫策が突っ込んできた。ヤナミロもこっちとしては嬉しい限りですけど、なんか新しい部隊がガンガン来てる。なになに、なんだ、アキミロがなんか技法にかかったのか。アキミロが下がってしまった。下がったと思ったけど下がってねえ。これがいて、孫策がほんとうざいな。てか激兵多いな。槍兵、孫策は槍だけど激兵が多い。アキミロ、あーそうか、今のでワンターン、くそー、次のターンないと出れねえ。くー、厳しい、マジで厳しい。うん、気合はいいんだけどな。気合は、孫策の数をやはり減らすしかない。貫通できねえから、貫通、うーん、ダメだ。一直線にならないと貫通できないか。ここだったら貫通いけるか。いけ、律貫通だ、いい威力。うーん、あとは乱射とか冷やしかねえ。孫策くらえ。くそ、出たこのガード、ほとんど通らねえんだよな。孫策相手だと貫通、このポジショニングじゃできねえ。次のターンとかか。気力取っといた方がいいかな。いやでも大丈夫か、まだ打てる。とにかく孫策だ、孫策の数を減らすんだ。やつが一番怖い。豊見郎は補修だ。それさあ、ゴイさん、あとちょっとです。甲虫で一回攻撃で、旅網でとどめだ。捕まえろ。ダメかー。で、龍海さんは全然まだ遠いのやってか、砦を作ってるような感じもしましたけど。補修、空兵が少ないから完成まで遠い。常用勝丸ろう、嫌だ、クソ決まらねえ。それでもやるしかねえ。かかれー。もうこっちはひたすら補修して弓矢倉で長州さん減らしてもらってます。ちょっと高架にいるガセイさんも今だけ再送に移動しちゃいます。再送兵はいても戦力がない、武将が必要。てか効果も1万ぐらい移動した方がいいかな。再送が今のままで危ない気がする。
早め早めで、ちょっと並走も含みだな。ちょっと5戦ずつぐらい持たせて、サイソー輸送出しましょう。効果は効果で大事なんですけど、まあ、早々今のところ攻められる気配ないんでね。きっと大丈夫、1万ぐらいだったら。金もちょっと1万ぐらい持たせて、まあ、兵糧は微妙だな。うん、こんなもんでいいかな。これで、ちょっともうサイソー送りましょう。頼む。では、再び、サイソーです。わー、なんかコブ使ってる。あー、城に来たー。まあでも、その方が助かるかな、こっちは。でゃーっ行くぞー、じゃねーよ。くー、つえー。こいつら調子に乗りやがって、どんだけ来んだよマジで、来すぎだろ。いや、わかるよ、それは見りゃわかる。数多。あー、でもこの位置から貫通の矢が打てるか、率ちょっと下がり気味でいこう。嫌だ、砲害。いや、やはり損策だ。とにかく孫策の数を減らしたい。そして、りょうたいさん、横に動いて、貫通の矢、貫きの矢、かな。いけ放てー。で、さらに、修善さんもちょっと奥行って、貫いちゃってください。クソ、失敗した。お読みろはな、どうすか。とりあえず、秋見ろ。もう、群馬で行こう。1万2000持たせて。一応金も持たせとこうかな。弓矢倉作れるように。消去。玄与さんもいいけど、でも消去。消去だ。こっちの方が弱いだろ。よし、2500。一気に減らした。素晴らしい威力です。そして、はどうだろう。かく乱とかな。成功しねえから、同士打ちとか。葉っぱ無理だ。すげえ回避率だな。やはり地道に減らすのが一番か。 80% くらえ。よし、燃えた。そして激兵 A のガセイさん出します。激兵5000。これで孫策に先方仕掛けましょうか。引っ張ることできんのかな、これ。邪魔だ。さすがにできないですね。いや、孫策がいなくなってくれればだいぶ楽。あと、ここで超強いって思えるのは太子寺ぐらいだと思うんですよね。で、常用ですね。勝丸先方ヒア 85% ヒッツ。これでとどめだ。救急捕まえられねえ。散々倒してるのになんで捕まえらんないんだ。再び再走です。季節が変わりましたね。春かな。うわあ、武良衆で俗軍が来た。マジかー、やめてくれー。ドゥエー、破壊された。もうあっちこっちあっちこっち大変ですよ。なんだなんだ、何が起きてる、何が起きてる、よくわからん。なんかとりあえずいろいろ仕掛けられてることは間違いありません。お、今度は常用に最下来た。まあ常用はね、なんとかなる気がするんですよ。いや、もうわけわからんすね、本当に。どんだけだよこれ。まず両隊さん、さっきと同じくこの貫きの矢でいけー。オッケー、3部隊ヒット、これがいいね。で、修繕も、貫きを、いや、75%! よし、オッケー。消去、あと670じゃん。大したことないぞ。だったらもう、玄与の方に攻撃しちゃうか。先方、突進、玄与。いや、郊外も悪くねえな。80%、いけ!だー、失敗したー。でも、あとちょっと。これは大きいぞ。でも捕まえたいから弓兵の弓で倒すわけにはいかん。先方ヒア、くらえ、孫策。くらえ、孫策。なかなか食らわないな。
先方、熊でー。でも孫さんがまた1000ちょっとですね。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。